六反寺公園や六反寺南公園の周辺では西宮環境まちづくりフェスタが開催されました。これは環境学習都市宣言20周年記念事業として、さまざまな展示や体験を通じ環境についての情報を市民に周知することを目的に開かれたものです。六反寺南公園をメイン会場とする環境学習の展示・体験コーナーでは、自然環境を身近に考えてもらうための工夫を凝らした体験会や、エコロジーなエネルギーの仕組みを学ぶことができる科学実験コーナーに大勢の来場者が集まり、楽しみながら学んでいました。その他、廃棄される資材を利用してインテリア品やランタンを作れるワークショップも開かれ、募集枠が早々に埋まる人気ぶりを見せていました。六反寺公園内の飲食コーナーには、多彩なジャンルのキッチンカーが出店し、地元西宮で採れた野菜を使ったこの日だけのオリジナルメニューで地産地消を PR しました。分けあり商品や規格外の商品をアップサイクルして販売するブースや、西宮の豊かな自然環境を生かして育まれた旬野菜の即売などのほかに、人や社会、環境に配慮した消費について考えるコーナーも設けられました。また、近年の気候変動がもたらす災害のリスクや防災の重要性について情報発信するブースが多数並びました。防災士コーナーでは、ペットボトルの水を使った消火体験が行われました。ペットボトルの口から水を飛ばすにはコツがあり、防災士から構え方を教わった子どもたちは早速実践していました。地震の揺れを疑似体験する起震車では、VR ゴーグルをつけることでよりリアルな巨大地震の感覚を体感していました。第二庁舎内では、災害を体感できるさまざまなアトラクションのほか、災害時にも活躍の場が広がるドローンの展示コーナーもあり、子どもたちが操縦に挑戦していました。会場内に設置された問題に答えるクイズラリーや、警察車両、消防車両での写真撮影など、小さな子どもが楽しめるコンテンツも多数用意され、親子連れでにぎわいました。市内の小学生の方々にフレットを配りしたりですとか、広報してきたんですけれども、たくさん親子連れの方も来ていただきましたし、はい、それ以外の方もどんどん来ていただいているところですので、どのブースも本当に見どころがたくさんありまして、どこも盛り上がってますので、良かったかなと思ってます。今回はその周年記念事業ということで、今回1回初めての開催ということになりますが、はい、今後もこうやって皆さんに環境や防災に触れていただけるようなイベントができたらなとは思います。盛りだくさんの内容で開催された環境まちづくりフェスタには、およそ4000人が来場し、楽しみながら環境や防災について学んでいました。